駒ヶ根市の桃源院にやってきました、駐車場がよくわからなかったので、ここ更新塚みたいですが、そこの駐車場に車を止めました。ここは10台ぐらい止められそうです。これは桃源院ではないですよね。はい、普通にお堂のようです。で、この更新塚の横が生活改善センターですか。で、その隣が桃源院になります。はい、ちょっとね、いまいち駐車場がわからなかったんで、この上だったのかもしれないですが、まあこんな感じなんで、ちょっと遠慮してさっきのところに止めました。これはツツジですかね。もう咲く寸前みたいです。どうやこれが駐車場だったようですね。はい、舗装されてませんが、非常に広い駐車場があります。で、ここに桃源院の桜と看板があります。推定樹齢85年。まあちょっと遅かったかなという感じですね。向こうのしだれ桜はまだ残ってますね。すごいね、あの道路。うん、びっくりするぐらい立派な道路があります。ちょっとおばあそこ行って、めっちゃでかいわ。この桜はなかなか見事ですよね。はい、桃源院ですからね、まさに桃源郷っていう感じです。これは鐘楼ですね。では参拝します。